今年の6月初旬から始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦において、南部ザポリージャ州の攻撃軸では9月に交通の要衝トクマクの北にあるロボーテネを奪還し、その東側のベルベイブ郊外に到達するなど進展が見られていたんだけど、10月に入ってからはウクライナ軍の前進を伝える動画や画像などがインターネットや SNS 上で見られなくなっているよね。実際、ウクライナ軍の前進が停滞している可能性が指摘されていて、この先厳しい冬を迎える前の奪還の可能性が語られていたトクマクへ到達することも難しいのではないかとの見方が広がっているぜ。さて今回はそんなウクライナ軍の反転攻勢に大きな動きがなく、停滞している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ戦線で攻勢に出ているウクライナ軍は、9月下旬にベルベイブの西郊外に構築されていたロシア軍の防衛ラインを装甲車両で突破したとする動画や、ロボーテネの南にあるノボプロコピフカに到達していることを示す動画や画像が確認されていたが、そこからさらに前進したかどうかについては動画や画像などの視覚的証拠が公開されていないため、ベルベイブ方向に進撃していたウクライナ軍はさらなる前進を阻まれ、ノボプロコピフカに到達したことも一時的なものである可能性が高く、ベルベイブもノボプロコピフカもドリラも未だにロシア軍が支配しているものとみられているよ。ザポリージャ州における攻撃軸に関する視覚的な情報が10月に入って少なくなっていることから、やはり情報がなく停滞しているとみられているドネツク州南部から海軍歩兵4個4団がアゾフ海のマリウポリや、ペルジャンシク方面を目指している攻撃軸と同様に、ロシア軍の抵抗によって進撃を止められているのではないかとの声が高まっているんだ。その一方でザポリージャ州における停滞の理由については、ロシア軍の抵抗によって前進ができなくなったためばかりではなく、ここまでの戦闘においてウクライナ軍もロシア軍ほどではないにせよ大きな損害を被っているとの見方から、ウクライナ側が意図的に進撃を止めた上で年内のトクマク攻略を諦めて部隊の再編成を実施している可能性があると見る向きもあるぜ。その根拠として、あるオープンソースインテリジェンス OSINT アナリストによると、ここ最近インターネットや SNS などで出回っている動画や画像において、ザポリージャ州でドイツ製のレオパルト 2A4 2両が損傷して1両が遺棄されたことが確認されたことが確認されているな。ウクライナ軍にはこれまで西側諸国から、ドイツ製のレオパルト 2A4 40両、レオパルト 2A6 21両、レオパルト 1A5 20から30両、スウェーデン製のスターブ122が10両に、イギリス製のチャレンジャー24両、アメリカ製の M1A1 エイブラムス31両などが供与されていて、レオパルト1とレオパルト2は今後さらに北大西洋条約機構NATO加盟国などから供与され、これら戦車は運用上の都合に配慮されてそれぞれ車種ごとに別々の部隊に配備されたよ。レオパルト 2A6 は陸軍第47独立機械化旅団に配備され、レオパルト 2A4 は陸軍第33独立機械化旅団に配備され、その他、スターブ122が第21独立機械化旅団で、チャレンジャーには空中機動軍の第82独立空中強襲旅団に配備されたことが明らかになっているんだ。そのためザポリージャ州においてレオパルト 2A4 の存在が確認されたということは、この戦線で戦闘を実施していた第47独立機械化旅団だけでなく、この戦車が配備されている第33独立機械化旅団も投入されていることを意味しているのであるが、このことについては第33独立機械化旅団を追加投入したのではなく、第47独立機械化旅団の休養と再編のために交代した可能性が高いと見る向きが多いみたい。現在の戦況からウクライナ軍が長期戦を覚悟し、オランダなどからの供与が決定してウクライナ軍パイロットへの訓練が実施されている F-16 ファイティングファルコンが、来春までに配備され運用可能になる時を待って再び反転攻勢をかける戦略に切り替えたのではないかとする見方も出ているね。また、ロシアとの基本的な国力の差から西側諸国の支援に頼らざるを得ないウクライナにとって、
この先の作戦計画を練る上で最も頼りにしているアメリカにおいて、約600億ドル約9兆円もの軍事支援が確定しないうちは、次の作戦計画を立てることが難しいために部隊の前進を止めざるを得ないのではないかとの見方もあり、パレスチナ問題でバイデン大統領が奔走している現状においてウクライナは動きようがないということもまた理由の一つだろうな。そのような状況を見越したのかロシア軍は、ドネツク州のアウディーユカの攻略を目指し、強力な機構部隊を投入して包囲しているとしてイギリス国防省が指摘していて、この攻撃の規模が2023年になってからロシア軍が仕掛けた攻勢の中でも最も大きいとしているぜ。イギリス国防省の指摘によると、アウディーユカ攻略作戦に投入した戦力は複数の機構大隊とされ、3個機械化大隊約6000人規模以上としているほか、アメリカのシンクタンクなどでは2個機械化旅団約8000人との見方も出ているよ。いずれにしてもロシア軍は本気でアウディーユカ攻略を目指しているとみられ、この攻勢が2023年に入ってロシア軍が唯一攻勢に転じたとされている、ハルキウ州のクピャンシクよりもはるかに規模の大きい作戦であるとみられているんだけど、ロシア軍が数に任せた無謀な攻撃を展開しているとの指摘が多く出ているね。ロシア軍のアウディーユカにおける損害については、ウクライナ軍参謀本部がウクライナ軍守備部隊の頑強な抵抗の結果として、24時間で死傷者約900人を出す日があり、破壊された戦車が約50両に上った日もあると主張しているんだ。また、ウクライナのミハイロ・フェデロフ副首相が10月16日に明らかしたところによると、10月9日から16日までの1週間におけるアウディーユカの戦闘において、ウクライナ軍はロシア軍に対してドローンによる攻撃を実施したとして、ロシア軍が攻略作戦に投入した戦車75両と装甲車88両及び榴弾砲や迫撃砲など101門を破壊したらしい。さらにその他に、S-400 と見られる地対空ミサイル防空システム2機も破壊したとして、ウクライナ軍が西側諸国から供与されている巡航ミサイルやロケット弾などの長射程 GPS 誘導兵器のみならず、ドローンも駆使しつつアウディーユカに攻め寄せるロシア軍に大きな損害を与えていることを示唆したぜ。また、アメリカのシンクタンク戦争研究所は10月15日、ロシア軍がアウディーユカへの攻撃を開始してからの5日間で兵士の戦死傷者が4500人以上をとなり、戦車60両以上に装甲車も100両以上が破壊されたとする分析を発表したな。その上で、作戦に投入されたロシア兵の総数が7000から8000人であるとするならば、そのうちの約4500人が死傷して戦線を離脱したことで兵力の 55から65% を失ったことになり、わずか5日間でアウディーユカのロシア軍はほぼ壊滅状態と言え、アウディーユカ攻略を継続するのであれば新たに旅団規模の大部隊を投入しなければならない状況であるとしているぜ。さらにロシア軍が北東部ハルキウ州のクピャンスク方面において、ストームゼットと呼ばれる軍内部の懲罰兵と刑務所の囚人で編成された肉壁部隊を投入し続けているとして、ウクライナのシルスキー陸軍司令官が明らかにしたよ。ロシア軍はこのような懲罰部隊をロシア全土で編成して最前線各地に送り込み、ウクライナ軍に対して犠牲を顧みず肉弾攻撃を繰り返す人海戦術を展開しているとみられ、それはこれらの肉壁部隊が弾よけとなっている隙に、後方に待機していた精鋭部隊が攻撃に疲れ弾薬を使い果たしたウクライナ軍に攻撃を仕掛けて後退させる戦術だな。ウクライナ軍の反転攻勢作戦が本当に停滞しているとするならば、ロシア軍にこのような攻撃を仕掛けられた場合に阻止することは難しいとみられ、アメリカなどからの今後の支援策が明らかにされない状況が続けば、ウクライナ軍は厳しい冬を迎えることになるとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。このところウクライナの最前線においてロシア軍の T-90 戦車がよく見られるようになり、攻撃を受けて破壊される動画や画像が SNS などで散見されるようになっているよね。このことはロシア軍がこれまでは T-72 や T-80 などを主力として、最新の量産型である T-90 を温存する傾向にあったものが、
T-72 や T-80 の損失が大きくなり、モスボール保管されていた古いタイプを回収した上で最前線に送り込んでいたものが、その在庫すら枯渇したためにさらに旧式の T62 や T54-55 の保管在庫まで引っ張り出していたよな。それがここ数ヶ月においてはこれまで損失が多かった T80 などの損失が減少し、最前線で破壊される T90M が60両ほど確認されるなどして、これまでと比べて極端に増加しているというぜ。そうだね。さて今回はロシア軍の T90 戦車の損失増加について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の件に関して10月10日のフォーブスジャパンに、ロシア軍の T90 の損失が急増しているのは、ロシア国内の戦車製造工場が戦時体制によって T90 の増産に取り掛かっているためだと主張する軍事評論家の記事が掲載されているよ。その記事によると、最前線において T90 の損失が急増している理由は、ロシアがウクライナ侵略を開始してから1年と9ヶ月目となった今になって、前線に配備されている T90 が増えていることと関係しているとして、ロシア軍の T90 の損失数が増えているのは配備されている T90 の総数がここに来て増えているためだというんだ。ウクライナ侵略以降、想定していなかった数の戦車を失ったことで、慌てて古い在庫を引っ張り出して対応したが、この記事ではそれはあくまでロシアの軍需産業界が戦時体制を取り、西側諸国からの輸入に頼っていた高品質な電子機器などの制裁が強化されたことに対応して、代替品を増産できるようになる間の応急処置であるとしているな。さらに記事では、ロシアはこの2年ほど戦車の生産を増やす動きを見せていて、その取り組みが実を結びつつあり、西側諸国の制裁対象の一つであるフランス製光学機器については、国産の機器開発が進み代替品が登場しているとして、国内における戦車生産に支障がなくなったことを指摘したぜ。そして、これまでは現行の現役戦車である T-72B3M と T-90M を製造する工場がスベルドロフスク州のウラルバゴンザボード工場だけで、このウラルバゴンザボード工場ではウクライナが提供されているドイツ製のレオパルト2や、イギリス製のチャレンジャー2にアメリカ製の M1 エイブラムスなどの西側諸国製の新型戦車の総数に匹敵するとされる T-90M を、わずか6ヶ月の期間で製造することができるとされ、それに加えて現在では、シベリアにあるオムスクトランスマッシュ工場において T-80BVM の生産を開始するために生産設備の一新を進めているとしているね。このことを裏付ける報道としてアメリカのメディアである CNN が今年の4月に、ウラルバゴンザボード工場の戦車生産数が推定で月に20両前後のであると思われると報じていることを挙げたほか、ウクライナの軍事専門サイトであるディフェンスエクスプレスが、ウラルバゴンザボード工場に加えて、オムスクトランスマッシュ工場と改修されて戦車製造を開始した様々な事業所などにおける、戦車の新規製造数が全体につき90両の戦車を生産する能力を持つ可能性があると報じたことをこの記事では取り上げていて、もしディフェンスエクスプレスの数字が正確であれば、ロシアは戦闘によって毎月損失する戦車の数をほぼ補える T90、T80、T72 の新型タイプの戦車を最前線に送り込むことができるとしているみたい。ロシアのウラジミール・プーチン大統領はロシア人ジャーナリストとのインタビューで、ロシアは今後3年間で1600両以上の戦車を生産し、近代化すると述べていて、これはつまり年間500両以上のペースで戦車を生産するということになるんだ。かつて旧ソビエト連邦は第二次世界大戦末期の1944年から1945年において、年間1万両以上の T-34 戦車を大量に製造したが、その頃のソ連にはそれだけの工業力があったな。しかし、今のロシアにはそれだけの工業力がないばかりか、近年の高度なシステムによって複雑化した戦車を年間数百両ペースで製造する生産能力を持っておらず、西側諸国においてでさえ最新型の戦車を急遽増産できるほどの生産能力はないぜ。このインタビューにおけるプーチン大統領の発言中で注目したいのは増産する1600両の中に近代化も含んでいる点であり、おそらく今のロシアで生産されている戦車は新規生産ではなく、
近代化を施した車両がその多くを占めているとの見方があるね。実際にロシア軍が最前線に投入している T90 戦車は初期型の既存の T90 の改修モデルである T90M で、1992年収益のこの旧型タイプの T90 をロシア軍はウクライナ侵略以前に350両保有していたんだ。ロシアは T90M を200両生産するとしているんだけど、現在最前線に送り込まれている T90 戦車はおそらくは新規生産されたものではなく、この既存の T90 に近代化改修を施してアップグレードされたものと考えられるよ。この T90M のほか、ここ数ヶ月では最前線でもよく見かけるのが T62M だが、これも1962年に運用が始まった第二世代主力戦車の T62 の近代化改修版であり、その多くが倉庫で眠っていたモスボール保管された車両で、ロシア軍では3年がかりで800両の T62 を T62MV に近代化するとしていることなどからして、プーチンがインタビューで語った今後3年で生産される1600両のうち、少なくとも1000両は現在保有している保管在庫含む戦車の近代化ということになり、フォーブスジャパンの記事にあるようにロシアの戦車生産能力が向上しているという主張は怪しいな。さらにロシア軍は1950年代に収益した T54-55 戦車をやはり保管倉庫から引っ張り出し、移送する様子が確認されていて、こちらも近代化した上で戦線に投入されるものと推測されており、これもプーチン大統領が語った新しく生産する戦車の中に入るとするならば、残りの600両もまたそのほとんどが既存戦車の近代化と思われると指摘する声が上がっているぜ。このように考えるならば、フォーベスジャパンの記事が主張しているように、ロシア軍の T90 の損失がここ最近で増加しているのが、保有していた350両の旧タイプの T90 に近代化改修を施した T90M であるならば、新たに最前線に届けられて配備数が増えというのは正しいが、そのことが直ちにロシアの軍需産業の戦車生産能力が向上したとは言い切れないってわけだ。しかもこの最近のペースでウクライナ軍に破壊され続ければ、350両あった T90 の在庫が枯渇し、最前線の T90 が減少一方になる可能性があるだろうな。フォーベスジャパンの記事では T90 の損失の急増は、ロシアの大量虐殺的な戦争にとって良いニュースだと考えるのは甘い見方だとして、だが、ロシアの戦車産業が取っている戦時体制が徐々にではあるがうまくいっているとしているが、その戦車産業がうまくいっているのが近代化改修だけである可能性は否定できず、ロシアの戦車生産能力がウクライナ侵略戦争における損失を上回るとするのはやや早計であろうとの見方が多いみたい。さらにこのフォーベスジャパンの記事を書いたライターは、ウクライナ軍で懸念されるのはウクライナ国内の主力戦車工場であるハルキウ州にあるマリシェフ工場が、未だに新型戦車を生産していないことだとして、外国から供与される戦車が頼りのウクライナが、自国の戦車を生産していないことが不安材料だとしているんだって。しかしながらウクライナ国内では今、ドイツの主力戦車レオパルト2を生産している防衛産業企業のラインメタル社が、ウクライナ国内に戦車生産工場の設立を推進していると明らかにしているなど、今後ウクライナ軍の装備は西側諸国のものに置き換えられと見られていて、旧ソ連ロシア製の戦車や装甲戦闘車両を、改めて国内で生産する必要性が薄くなっていると指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月17日、ウクライナ軍が南部ザポリージャ州のアゾフ海沿岸の港湾都市、ベルジャンシク近郊の飛行場と、同じくルハンシク州の州都ルハンシク近郊にあるロシア軍の飛行場に攻撃を実施したね。それにより、飛行場の兵員や防空ミサイルシステムに対して損害を与えたことを明らかにしたな。そうだね。さて今回はウクライナ軍がアメリカから供与されたエイタクムスを使用した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はこの日、2022年2月24日の侵略開始以来ロシア軍に占領されている、
ウクライナ東部ルハンシク州の州都ルハンシクと南部ザポリージャ州のペルジャンシク近郊にある飛行場に対して、正確に狙いを定めた攻撃を実行して、飛行場に駐機していた攻撃ヘリコプターや周辺に配備されていた、防空ミサイルシステムなどを破壊したとしたが、ウクライナ軍この攻撃にエイタクムスを使用したかどうかについては触れていないよ。また、ロシア国防省からはこの攻撃についてのコメントは特に発表されていないが、ロシアの軍事ブロガーの多くは今回の攻撃について言及しており、そのほとんどはエイタクムスによる攻撃でロシア軍の兵士と装備に損失が発生していると伝えているんだ。この攻撃についてアメリカのウォールストリートジャーナル WSJ が、ウクライナ軍が攻撃に使用したのは、アメリカがウクライナに供与することを約束していた短距離戦術弾道ミサイル MGM-140 エイタクムスであるとして報道していたが、同17日にウクライナのゼレンスキー大統領が恒例のビデオ演説において、バイデン大統領との合意が確実に履行されたことに感謝するとした上で、エイタクムスは極めて正確に目標を攻撃することができていると述べたことによって、攻撃に使用された兵器がエイタクムスであったことは間違いないと見られているな。MGM-140 エイタクムスは、アメリカ陸軍が開発を進めていた地対地ミサイルの一種で、ロッキード・マーティン社が製造を行っているぜ。アメリカ陸軍を中心に西側諸国で運用されている多連装ロケット砲システム MLRS-M270、M270IPDS-M270A1 などのほか、高機動ロケット砲システムハイマースから発射することが可能な、射程 300km の短距離戦術弾道ミサイルで、地対地ミサイルではあるものの、シーカーを変更することで対艦能力を付加することが検討されているというね。エイタクムスは他の MLRS 用ロケット弾が6発装填可能なコンテナと同じサイズと形のコンテナに1発入のみ装填され、6発入りコンテナと同様に6個の蓋や筒状の外装が取り付けられていて、外見からは中身が、エイタクムスなのか 227mm ロケット弾なのかがわからないようにされ、この偽装によりどちらを発射する部隊であるかを敵が察することができないように秘匿しているみたい。今回攻撃を受けたとされるペルジャンシク近郊の航空基地は現時点の最前線から 100km ほど離れていることからも、ウクライナ軍が攻撃に使用したミサイルがエイタクムスであることは間違いないと見られていたが、攻撃を受けた現場からエイタクムスのものと特定可能な破片が発見され回収されていることが、ロシア側によって SNN などへ投稿された画像によって、その使用が確実視されているんだ。発見された ATACMS 残骸は、ロケットモーターとビブの操舵翼ユニットと見られ、さらには搭載されていた M74 対人飛走行目標用クラスター子弾の破片なども発見されているね。このようにロケットモーター部分や操舵翼などが爆発せずに形を残したまま無傷で落下しているのは、着弾してミサイルの弾頭がクラスター弾頭型であるために、小弾が収納されていたカーゴ部分を切り離した後の親弾体は爆発することなく、そのまま落下するためだな。このロケットモーターの部品に書かれていた数字が、エイタクムスが1996年10月製10/96と、1997年9月製9/97との2通りであることがわかり、このことから今回の攻撃には、少なくとも2本以上のミサイルが撃ち込まれているとされているが、見つかった残骸が今回発射されたミサイルの総数ではない可能性があるぜ。ウクライナ軍参謀本部が翌日10月18日にエイタクムス発射の際に撮影したとする動画を XQ Twitter に投稿しているが、その動画からは少なくとも円を噴射しながら地上から発射される飛翔体が3発映っており、この動画が17日の攻撃時の発射シーンであることが事実とするならば、ウクライナ軍は少なくとも3発のエイタクムスを発射したことになるよ。現在アメリカから供与されているエイタクムス M39A1 はブロック IA と呼ばれているやや古いタイプで、その射程は 300km で、弾頭には M74 対人飛走行目標用のクラスター小弾が275個搭載されているんだ。アメリカ軍では国際社会におけるクラスター弾に対する非人道性への懸念から、
現在生産エイタクムスはバットと呼ばれている戦車などの装甲戦闘車両を破壊可能な、無動力滑空型誘導式のタンデム成型作薬庫爆弾13発が搭載されるブロック2の生産が進められていて、一部はバット無動力滑空型誘導式庫爆弾を6発に減らして軽量化を図り、射程距離を延伸させたブロック 2A の生産も進められていると見られているみたい。ただしアメリカ軍では M39H と、もう一つ前のモデルで M74 個爆弾が950発搭載されて、射程 165km の M39 も保管在庫として保有しており、ウクライナに供与されたエイタクムスはこのタイプである可能性もあるというぜ。ATACMS M39 の生産は1997年7年7月に終了となり、その後は M39AH の生産が1997年8月から2003年まで行われているな。このため発見された破片のうち1996年10月製と記載されていたものは M39 である可能性が高く、最初期型の27年前の在庫がまだ残されていたことを物語っているわけだ。なお、エイタクムスの保管貯蔵期限は製造から10から13年とされているが、期限が切れたからといって直ちに廃棄されることにはならず、さらに貯蔵するための補修作業が実施された上でリセットされ、また新たに10から13年の期間保管貯蔵されていて、対人非装甲目標用クラスター型のブロック1とブロック IA の一部が戦時の緊急用として使用できる状態で残されていて、ウクライナにはまずその古い在庫から供与されているものと見られているよ。この M74 対人非装甲目標用クラスター師団は、戦車など装甲車両などの装甲を貫通して破壊するような威力はなく、建築物や橋梁などの構造物への打撃にも適しておらず、最前線後方の飛行場やのぞみの弾薬集積場や、物資集積場に臨時に作られた兵舎などへの攻撃に適していることから、今回の飛行場攻撃に使用されたものとされているんだ。しかし、エイタクムスのクラスター弾頭型は残っている在庫数は少ないと見られていて、今後は現在のアメリカ軍の保有分の主力であるバット弾頭型の供与が進められていくのかどうかが注目を集めているぜ。エイタクムスは弾道ミサイルで飛翔最高速度がマッハ3とされていて、ウクライナ軍が現在ロシア軍の後方兵站攻撃に使用している。イギリスとフランスから供与されたストームシャドウスカルプ EG 巡航ミサイルの速度マッハ 0.8 と比べて4倍近くも速度が速く、その高速力によってロシア軍の防空ミサイルによる迎撃を突破する確率が高いことが特徴とされ、ロシア軍の後方兵站施設をロシア軍砲兵の射程が届かない安全な後方から攻撃が可能となることで、ロシア軍の兵站を最前線から大きく後方に下げることができるわけだ。そのことでロシア軍は最前線への補給が困難となり、戦力低下を招くことが期待されているのであるが、エイタクムスは非常に高価で一発あたり72万、5000ドル約1億850万円とも言われており、高価であることからアメリカが保管している在庫数は決して多くないため、ウクライナに供与できる数も限られているとされ、ウクライナ軍はこの先ロシア軍後方の軍事関連施設や橋梁などの目標に対しては、この ATACMS や航空機から発射される射程250クムのストームシャドウスカルプ EG 巡航ミサイル、あるいはアメリカが供与を約束している射程 150km でエイタクムスと同じく、MLRS から発射可能な GLSDB 地上発射型小口径爆弾などから使用する兵器を厳選する必要があるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。